吉田さん、やっぱ東京いたんですか？まあどこにいても同じですけどもね、でもちょっとあれ東京いたのかと思ったぐらいで、まあ話の内容が別に変わるわけではないですし、どこに行けばパワーがあってどこに行けばパワーがなくなるってこともないですからね。どこにいても誰といても話す内容はまあいつもいい感じということですかね。で、手取り14万とセミというタイトルでね、ワンワンワンと鳴いてるところを届けていただきました。これが夏のイメージだと思いますけども、私のところもね、同じような感じです。朝5時ぐらいにはもうセミの鳴き声がしてきて、動画撮るときに雑音が入るんでね、まあそれまでに仕上げていつもお送りしてるんですけども、うん、やっぱり今夏ですよね。で、夏なんですけども、あっという間にこの夏も終わりますね、きっとね。8月でしょ。もうなんか夏半分終わったっていうか、15日ぐらい、あと2週間ぐらいだったら、ああ今年の夏も結局何もしなかったなみたいな感じで過ぎていくんじゃないですかね。で、来年こそはって言ってね、長い1年を、まあ、過ごすわけなんですけども、結局過ぎていく時間というのは二度と戻らない、これ当たり前のことなんですけども、深く意識できてるかどうかですよね。やっぱりここまでで半年経ったじゃないですか。今年も半年以上経ちましたよね。で、まあね、感染症とかオリンピックとかいろいろありましたけども、結局は自分の所得、自分の選択肢、自分の自由が広がっていったかどうかっていうのが、それだけが大事じゃないですか。ぶっちゃけ言うとね、世の中のことも大切なんですけども、じゃあ個人的にどうなんだっていうところも同時に組み立てていかなくちゃならなくって、世のため人のためっていうのは確かに立派なんですけども、世のため人のためを歌う自分が世の中の一部たるね、自分自身がね、やっぱり乱れていたら、それはちょっと違うんじゃないかなと思うんですよ。自分の生活とか自分の命も世の中の一部ですから、まずそこからやっていけばいいのかなと思うんですよね。もちろんそんなに簡単なことではないですけども、やっぱり今は時代も変わっていろんなことが自由に決めれる時ですから、なんかね、ここら辺でね、リニューアルしていった方がいいのかなと思うわけですよ。手取り14万から脱出するために。ということでね、今回ね、手取り14万から脱出するための何点か、3選ぐらいをちょっとお伝えしましょうか。手取り14万から脱出するためには、まずね、調理器具を買うことだと、なんかさっき思いました。やっぱね、収入が高い人って、自炊が得意なんですよ。で、今の時代自炊するとね、料理が上手になってスキルアップして、しかも美味しくって、で、格安で食べれるじゃないですか。で、自分の好きなもの作れますよね。プラス、コンテンツが作れるんですよね。料理をした経験っていうのがそのまま商品になりますから、まあ商品なりね、無料コンテンツになるんで、毎日のように無料コンテンツ量産できるんじゃないですか。それこそ綺麗に撮ろうなんて思わなくていいんですよ。なんかどっかにカメラ適当に設置して、もしくは地べたに置いてもいいですよね。カメラをボーンと置いて、少なくとも天井と音声だけ撮れるじゃないですか。私の塾生さんにね、なんかなんとかかんとかのつぶやきみたいな動画を公開してるんですけども、天井しか映ってない人いますよ。顔出しがダメだからって言うんで、天井にカメラのレンズ向けながら喋ってると。でも、音声は入るんで、再生回数20とか30ですけども、ファンはついてるんですよ。だからこれこそまさにね、何もやんないよりは、100歩マシなんですよね。あれこれこだわって、まだ準備ができてませんとか、今睡眠下で動いてますとか言って、やらなければゼロなんですよ。でも、どんな形であろうともやれば、ファンは寄ってくるんですよね。だからそういうふうに考えると、私は今の状況を脱出するためには、自炊にこだわってみるのもいい方法だと思います。ほとんどお金かかんないでしょ。フライパン2000円ぐらいでしょ。昨日私フライパン、フッ素加工のやつ買いましたけど、1780円ですよ。で、だから2000円弱ですよね。で、鍋があればいいし、包丁簡単なのがあればいいでしょ。で、1万円かかんないでもうスタートできるんですよね、無料コンテンツ。それこそ元々持ってるのを使っても全然いいんで、新しく買わなくても。やりたい放題ですよね。ご飯の美味しい炊き方とかね。で、ご飯を仮に水を全く入れなかったらどうなるのかとか、3合を炊くときに3合分の水じゃなくて麦茶でやったらどんな味になるのかとかね。面白そうなコンテンツでしょ。それから何、コーラにメントスっていうのがあるじゃないですか。じゃあね、ご飯を3合炊くのにコーラ入れてメントス入れたらどういう風になるのかっていうのは、これは YouTube なんかブレイクするんじゃないですか。なんかいくらでも身近にやることあると思うんですよ。あ、そうそう、これやってみたらどうですかね。なんか食べ物粗末するなって怒られそうですけども、トイレにね、コーラ2リットルをドバドバドバって入れて、でメントスをこうやって投げると、そしたらどのぐらい何個目のメントスでそこら辺が泡だらけになるかみたいなのを、この辺のカメラ実況でやるとかね。食べ物粗末するなって怒られそうですけども、怒られても大丈夫なようなハートの強い人はね、やってみたらどうかなと思いますね。それでどうですかね。手取り14万を脱出するために、
買った方がいいもの3選ですかね。1つ目がだから調理器具でしょ。2つ目はね、水筒ですね。どこに行く時でもその水筒に入れた水を飲むの。もうよそでコーヒーとか自動販売機とか買っちゃダメですよね、吉谷さんね。だからそうしないためにも水筒を持ち歩いたりとかね、空のペットボトルで飲んだりとか、空のペットボトル、私ね、空のペットボトルをいくつか確保しておいて、そこにコーヒー入れて麦茶入れてみたいな感じで外出しますからね。で、旅先で別に捨ててもいいじゃないですか。それ水筒だとね、やっぱりこう捨てるのが惜しいんで、そのまま持って帰って邪魔だなみたいになりますけども、ペットボトルね、空のやつ、あれをどんどん使い回せばいいと思うんですよ。もらってきてね、うん、そういうのがいいんじゃないですか。であと3つ目に必要なものはやっぱりね、2リットルのペットボトルの水ですね。やっぱね、水が一番コスパがいいですよ。で、水を飲むと一番体にいいですからね。で、どんなものを食べても、どんなものを飲んでも、最後は結局水でしょ。だから最初から水飲んどけばいいんですよ。水も暑い時に適度に冷えた水飲んだら美味しいですからね。あんまり飲みすぎるとお腹壊すんで、常温の水おすすめですけども、まあ、そんな感じで水のペットボトルをいつも入れとけばいいんじゃないですか。それ以外いるもんないでしょ、もう。となるともうね、出費がだいぶ抑えられるんで、お金残っていくんじゃないですか。で、そういうところからまあ、なんていうんですかね、無料コンテンツ量産するような体制ができてますから、どんどんやっていけば手取り14万がどんどん増えていって、経費はあんまりかからないみたいなね。この前言ったのはいいですね。手取り14万の人の1ヶ月の何を買ったかみたいなレシート一覧とか、給料明細とかっていうのをね、赤裸々にすると、収入と支出を赤裸々にするみたいなね、あれなかなか受けるんじゃないですか。同じ手取り14万の人でも違う組み合わせとかあると思いますんでね、なかなか面白いと思います。まあ、それでは今回は以上のような感じで、また小野澤さんと会える日を楽しみにしてます。イエイ。